どうですか。お待たせいたしました。まもなく外の景色をご覧いただけます。8000枚のハーフミラーガラスに覆われたこちらの福岡タワーは1989年平成元年に開催されましたアジア太平洋博覧会のシンボルタワーとして建設をされております。今年の3月で開業34周年を迎え、開業当初から現在もテレビやラジオの電波塔としての役割を果たしております。夜になりますとタワー全体を季節に合わせて美しくライトアップいたします。本日は17時から23時までクリスマスのイルミネーションを点灯いたしますので、機会がございましたらぜひ夜の福岡タワーもお楽しみくださいませ。まもなく地上1階に到着いたします。本日は福岡タワーへお越しくださいまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。あれが左手でございます。どうぞ。